こんにちは、アラサー夫婦です。今回は楽天証券から SBI 証券へ乗り換えますというテーマでお伝えしていきます。現在楽天証券を使っているけど SBI 証券に乗り換えようか迷っている方多いと思います。私たちはついに SBI 証券に乗り換えることにしました。今回の動画では変更する5つの理由を紹介します。動画の後半では積立 NISA の移管方法についても紹介しますので、変更を考えている方はぜひ最後までご覧ください。では早速見ていきましょう。変更する理由一つ目は、楽天証券のポイント解約があったからです。もう皆さんもご存知かと思いますが、今年に入って楽天証券のサービスが大きく解約されました。ポイントが解約された項目は主に2つです。クレカ積立によるポイントの解約と投信保有ポイントの解約です。少しおさらいしておきましょう。もともとクレカ積立によるポイント還元は 1% ありました。ただ今年の9月買い付け分からファンドの信託報酬によって還元率が変更されました。手数料が年率 0.4% 以上であれば、これまで通り 1% の還元が受けられます。手数料 0.4% 未満のものは500円につき1ポイント、0.2% の還元となりました。めちゃくちゃ下がりましたよね。0.2% 還元の対象となる商品は、残念ながら皆さん大好きの投資信託のほとんどが入っています。一方で 1% 還元となるのは楽天レバナス。こちらはこれまで通りなので、レバナス投資家にとっては影響ありませんね。ただこれだとさすがに解約しすぎだろっていうことで、新たに楽天キャッシュというサービスでポイント還元が受けられるようになりました。楽天キャッシュというのはオンライン電子マネーのことで、楽天カードで楽天キャッシュにチャージすることで 0.5% ポイント還元を受けられます。加えて年内までの期間限定ですが、この楽天キャッシュで投資信託の積み立てをすることで、プラス 0.5% ポイント還元受けられます。合わせて 1% の還元ですね。なのでこれまでの楽天カード月5万円と楽天キャッシュの月5万円で最大月10万円までポイント還元が受けられるようになったんです。ただ期間限定のキャンペーンは年内で終了です。これまで楽天キャッシュでの積み立てでは最大 1% もらえていましたが、来年からは 0.5% に減ってしまいます。要するに来年からはクレカ積立5万円をしても100ポイント、楽天キャッシュでやっても250ポイントということで、合計350ポイントしかもらえません。月10万円投資をして350ポイントだとちょっと寂しいですよね。一方 SBI 証券の場合であれば、三井住友カードでの積み立てで 0.5 から 2% の還元が受けられます。三井住友ゴールドカードなら 1%、通常のカードでも 0.5% です。 2% のカードは年会費がバカ高いので選ばない方がいいと思います。おすすめはゴールドカードです。年間100万円利用することで年会費が永年無料のキャンペーンがあります。これを利用することで今後高いポイント還元を受け続けられます。楽天キャッシュと比べても1年間で3000ポイントの差がつきます。これを運用に回せば将来大きな差にきっとなるはずです。次に投資信託保有ポイントの解約です。楽天証券は毎月の付与がなくなりました。代わりに投資信託の残高が一定額に達成した時のみ付与されることとなりました。一方 SBI 証券の場合は投資信託によって変わりますが、 0.02 から 0.05% ポイント還元受けられます。例えば信託報酬の安い SBI V シリーズは 0.022%、 人気の eMAXIS SLIM 米国株式は 0.034%、 全世界株式は 0.042%、 楽天の商品は 0.05% といった感じです。ポイント還元はあくまでおまけといった考えも確かにありますが、さすがにこれだけ差が出たら大きいなぁと個人的には思っています。理由の2つ目は、楽天証券の投資信託の実質解約です。以前動画でもご紹介しましたが、楽天全世界株式インデックスファンド楽天 VT が解約並みの変更となりました。
私たちは積み立て NISA でずっと楽天 VT に投資をし続けてきましたが、これ本当にショックでした。解約並みの変更というのは、なんと楽天 VT の中身が変わってしまったんです。楽天 VT はこれまで VT を投資対象としていましたが、これに VTI と VXUS、これが追加されることになったんです。VTI は全米株式、VXUS は米国を除く全世界株式の ETF です。これに VT を合わせた3つの ETF で全世界株の指数、FTSE グローバルオールキャップインデックスに連動を目指すと方針が変わりました。イメージとしてはこんな感じです。楽天 VT に投資をされていた方はおそらくほとんどの方はこのバンガード社の VT に投資できる、これが魅力だったんですよね。だからわざわざ eMAXI SLIM のオールカントリーではなく楽天 VT を選んでいたと思うんです。ただこれじゃあもう全く違う商品みたいですよね。SBI 証券にある雪だるまと同じような商品になってしまいました。楽天 VT へ投資していた身としては残念ですね。理由の3つ目は、SBI 証券の投資信託が低コストだからです。昨年、SBI 証券から SBI V シリーズが誕生しました。以前からあった SP500 に連動する投資信託に加えて、全米株式、高配当株式、全世界株式のファンドが誕生しました。コストはこちら。これ業界トップクラスに低いんです。SP500 以外はマネックス証券にもありますが、他は SBI 証券限定です。これまで全米株式の投資信託といえば楽天 VTI が一強でしたが、これも SBI VTI の登場によって変わりました。隠れコストを含めた実質コストの差は、なんと 0.074% の差をつけて SBI VTI が低かったです。今後 SBI VTI の純資産額が増えればもっと下がる可能性は十分ありますね。加えて全世界株式でもこれまでオルカンや楽天 VT が人気でしたが、ここに SBI VT が割って入ってきました。まだ実質コストは1年経っていないのでわかりませんが、もし楽天 VT と同じぐらいの隠れコストだったらオルカンより安くなる可能性が高いです。なので今後私たちは SBI 証券に積み立て NISA を移管して SBI VT に投資をしていこうと考えています。理由の4つ目は、 S 株の買い付け手数料が無料になったからです。2022年7月から SBI 証券で S 株の買い付け手数料が0円になりました。 S 株とは単元未満株のことです。基本的に日本株は単元である100株単位からしか購入できませんが、これだと投資するのに大きな資金が必要になったり、分散投資もしにくいっていうことから、一株から投資できるサービスが始まりました。これが S 株ですね。楽天証券にはこの S 株のサービスはありません。買い付け手数料は無料ですが、売却時には 0.55% かかります。なので一度購入したら長期保有するような運用方法、高配当株投資なんかはしやすくなりますね。これまで日本株は SBI ネオモバイル証券で運用していたんですが、今回 SBI 証券と経営統合されると発表されました。現在の利用者は SBI 証券内でネオモバコースとして同じようなサービスが受けられるようです。これによって日本株も SBI 証券にまとめることになるので、まあいっそのことメインも SBI 証券にしようと思いました。最後、5つ目の理由は、楽天経済圏を使わなくなったからです。これは完全に個人的な理由ですね。沖縄に移住してから楽天のサービスを全然使わなくなりました。特に楽天市場での買い物は現在 Amazon に変わりました。楽天だと送料無料と書いてあっても、沖縄離島の一部は対象外になって全然使えないんですよね。楽天経済圏を使ってないっていう方は、もう SBI 証券の方がいいんじゃないかなと思います。以上ここまで SBI 証券に変更する5つの理由を紹介しました。ただ、楽天証券も完全にやめるわけではなくて、サブでちょこちょこ使っていく予定です。うまく両方のメリットを活用していきたいですね。ちなみに以前取った
メインの証券会社どこ使っていますかというアンケートでは、私たちの他にも乗り換えられた方いらっしゃいましたね。一方では面倒でそのままにしている方も一部いらっしゃいました。その気持ちはめちゃめちゃわかりますね。ただ私たちは今回一念発起して変更しようと思います。では最後に積立NISAの変更方法を紹介します。手順はめちゃくちゃ簡単です。1、楽天証券で変更手続きをする。2、SBI 証券でNISAの申し込みをする。たったこれだけです。まず楽天証券の積立NISAの画面に行き、管理手続きの項目をクリックします。下の方に他の金融機関へNISA口座を移すとあるので、これをクリックします。するとこのような画面に行きます。ここに変更対象の年数として2023年というのが表示されています。ここの変更をクリックして手続きをするだけです。次に SBI 証券です。 SBI 証券のNISAの画面に行くと、この部分ですね、NISA口座金融機関変更というボタンがあるのでクリックします。ここで積立NISAか一般NISAかを選んで、そこで書類請求を申し込みます。すると後日 SBI 証券から書類が送られてきます。これを記載して返送します。この際に楽天証券から送られてくる勘定廃止通知書、これを同封して SBI 証券に送ってください。これで手続きは完了です。どうですか？意外と簡単ですよね。 NISA 口座の変更には申し込み期限があります。今年の分から変更したければ9月30日までに手続きが必要です。ただすでに今年分少しでも投資をしていたら来年からになります。9月30日以降の手続きであれば、どちらにせよ翌年以降からになります。翌年分からスムーズに変更するなら、今から年内の間にやる必要があります。もし変更するなら11月中にしておくのがおすすめですね。最後に一つだけ注意点をお伝えしておくと、これまで楽天証券で運用していたものは SBI 証券に移せません。これまで積み立てた投資信託は楽天証券で運用が続けられて、来年分からは SBI 証券で積み立てしていく形になります。なので両方の証券会社にNISA口座があるっていう形になってしまいます。なので評価額や運用成績を見ていくときに若干管理が面倒になるかもしれません。ただこうすることで少しでもリターンを上げられる可能性が高くなるなら、個人的にはいいかなと思います。加えて個別の運用成績を管理するよりも全体の資産配分を管理する方が重要です。マネーフォワードミーを使って複数の証券会社を登録しておけば、まとめて現金や株式、投資信託と分けてくれるので、資産配分が一目でわかります。無料版でも十分使えるので、ぜひ使ってみてください。今回は楽天証券から SBI 証券に変更する5つの理由を紹介しました。株価はコントロールできませんが、こういった手続きは自分次第です。買うタイミングにずっと悩むくらいなら、まずは自分ができることからやっちゃいましょう。 SBI 証券のリンクを概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。もっとそれぞれの証券会社について詳しく知りたいっていう方は、先日最新情報でまとめたおすすめ証券会社徹底解説動画出しています。ブログでもまとめていますので、よければご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。